ニュースプラス1岩手はテレビ岩手で夕方に放送されているニュース番組。平日の月曜から金曜はニュースプラス1岩手として放送されている。同局の看板報道番組としてストレートニュースのみならず分かりやすい特集やローカルスポーツコーナーなど新規軸を次々と打ち出し夕方のニュースとして定着。2006年10月には 岩手県内の民放局が地上デジタル放送を開始したが、他局が番組のハイビジョン化に二の足を踏む中、同局だけはプラス1もスタジオカメラのみならず、イングリッシュカメラや中継機材などほとんどがハイビジョン対応となった。また、日曜版の放送も開始。当初は30分編成とし、平日同様2人キャスター制を取った。2005年10月3日からは平日に、 元東海テレビアナウンサーで、気象予報士の立道直香が、お天気キャスターとして番組に参加。ニュースプラス1岩手のほか、ご機嫌テレビでも、天気コーナーを担当している。かつ、水、金曜日の天気予報では、ヤンマー提供の、ヤンボー、マーボー天気予報日、日、木曜日は、2009年夏頃から2010年3月までと2011年9月から、 JA 全農岩手提供の岩手の牛乳天気予報を放送している。2016年7月現在の提供は、月、水曜、JA バンク岩手、日、木曜、岩手コンポスト株式会社、金曜、提供なしとなっている。2006年4月3日から、全国ニュースのタイトルが、NNN ニュース、リアルタイムに変わり、他の系列局夕方のローカルニュースのタイトルを、 変更する中で、テレビ岩手と日本海テレビの2曲が、プラス1の題名を維持した。2006年10月に、日本海テレビが、ニュース、リアルタイム日本海にタイトルを改めたため、プラス1を使用したタイトルは、テレビ、岩手のみとなった。2010年3月29日から、全国ニュースのタイトルは、ニュースエブリーと改められたが、プラス1岩手のタイトルは、引き続き維持。 2018年4月には放送開始30年を迎えた。各キャスターは担当日以外でもリポーターや代役として出演することがある。ありがとうございます。